はい、こんにちは。ブラックスクワット。ハロウィンイベントがね、来たんでね、せこせこと箱と鍵貯めてますんで、今日はね、一気に開けていきたいと思います。で、まあ、欲しいね、武器とか狙ってる武器とかは特にないんだけどね、まあ、今回のアップデートそもそも武器追加がショットガンだけなんで、まあ、箱的にはスキンがちょっと違うぐらいな感じかな。で、そうだなぁ、なんか骨とかはいいかもね。あとはなんか、まあ、AK47 の武器とか欲しいかな。あとナイフとかね。そんくらいかな。うん。ニムラバス。その辺を狙っていこうと思います。さあ、早速開けていきましょう。さあ、まず1個目。AK47。お、MDR か。ただ持ってんだよな、これ。さあ、次。お、ナイフ出てきた。うわ、いらねえ、外れだ。うわ、これもいらないな。さあ、来い。あ、12か。まあまあ。あ、ハンドガン。はい、そんな感じでね。特に欲しいも当たんなかったの。AK12 実は持ってなくて。まあ、なんで持ってないのかわかんないんだけど、なんか、期間限定の武器しか使ったことないんでね、早速、久しぶりに AK12 使っていこうと思います。AK12GL、パンプキンバーグンディ。なんか、ハロウィンの武器2種類あるのかな？パンプキンなんちゃらと、なんかもう一個違うタイプの紫じゃない武器あるよね。そっちの方がちょっと欲しかったかもしんないけど。さあ、チームデスマッチ。まあ、チームデスマッチね、なんか、一個前のアップデートでマップがやたら追加されてからさ、ちょっとなんかクソマップに当たる確率が多くて最近ちょっとね困ってんだよな。なんか、まあ、新鮮で最初は面白かったんだけど、やっぱね、爆破のマップをチームデスマッチにするとね、なんかバランスが悪い。ただこのペーパーカンパニーは唯一バランスがいいかなって思ってますね。コレクションも結構いいかな。おっと全然弾が鳴らないよ、これ。クロードだとやっぱり相当下向けないとダメだね。さあ、適当に。来たー。ちょっと上。やっぱ頭一発のね、強みを活かして。まあ最近47結構使ってたから、やられた。AK12 もそれなりにね、対応はできると思う。やっぱちょっと感覚がね、違うんで。サイトの覗いた時とか、ちょっと違うんですよね。このなんかハンドガン。持ち帰る時に、振り回すのやめてほしいんだよな。よし。これ頭抜ける。あ、ここいいね。ここで待つ方法って、なんかチームデスマッチならではの戦法だな。普段マカやるとき、だいたいこっち占拠されてる状態で始まるから。あんまり使わないよね。やられた。おぉ、MPX のハロウィンバージョン、すごい派手だね。めっちゃオレンジでしょ。ハンドガン。なんかこの、なんか色付き武器のね、この FPS だけじゃないよね。ぶん投げるやつ。結構ナイフとか、おお、後ろにいた。ハンドガン。こんな危険な状況でハンドガン上に投げないでほしいんだけど。よし、頭抜いていく。あ、いるね。よし、倒した。おっと？あー、多分抜かれた。まあそうなんだよ、なんか、そう。クイックマッチが多いから最近は、ハロウィンイベントを消化するためにクイックマッチをする方が多いんだけど、やっぱね、マップがやばい。あの、爆破マップに当たった時のもう絶望感ね。まあここはまだいいんだけど、なんかもう名前も覚えてないや。もう変なマップがオフでひどいんだよ、もう。なんか入り口でずっと固められたりとかね。なんか、ゆくゆくはまた、マップ戻りそうだな。チームデスマッチ、
クイックした時はチームデスマッチだけのマップが出るみたいな、戻りそうな気がする。美味しい。サブ入っていこう。あー結構詰めてるね、もうがっつり詰めてます。はい、頭抜いていく。もういっぱいいる。ボーム投げて、なんだろう、なんか腰打ちしてる分には AK47 とあまり変わりないかな。サイトがやっぱ結構違うね。うわ、いっぱいいる。もうあの距離で MPX 当てるか。さあ、たまには左側から行ってみようじゃないか。ペーパーカンパニーのチームデスマッチで、こっち陣営でやるの初めてかもしんない。いるでしょ。右んとこにいるよ。見えてる。あ、やめよう。超ロングだ。さあ、ここは？ここだな。味方がもう占拠してるっぽいんで、上から、カーブ入ってくか。ちょっと。来た来た来た。やば、ちょっと待って。あ、ちょっとやっぱでもフルオートの感覚違うかな。あ、こっち。当たんないし。一応ステータス的には同じなんだもんね。真ん中は薄いかな、ちょっと。真ん中と右がちょっと薄いかな。そうなる。左に集まってる。一気にやられたか。ああ、大丈夫かな。あ、後ろ。よし。ああ、もう、位置バレしてるし、きついかな？おっと？おっと？カバー、よろしく。はい、頭抜いていく。いるね。おっと、危ない。暴れた。ははこれもダメだ。あ、まんべんなく展開。真ん中がやや不安かな。ちょっと真ん中が薄いか。上。おっと、やっぱもう来てたか。あれね、よく使うんだよ、あそこ。もう114対63って結構余裕じゃん、これも。待て。真ん中やられてる。相当やられてるな。あまり良くない。入ってくんじゃないの、もうこれ。お、意外と大丈夫。よし、頭寝ていく。スナイパーいるね。ボム。あー、スモーク持ってきてない。スモークを買ってない。あ、いた。ダメだ。後ろ？うわ、味方ナイス。真ん中ね、誰も見てないから、走って来られたら、もう、許しちゃうんだよね、横から。挟み撃ちにされるよ、これ。どうしよう。いないな、横から入っていくか。リロード挟んで。下がってるな、これ。おっと、危ない。お、ちょっと待って、後ろ。ちょっと待って、あれ？俺のこと無視してった、今。あの人。ははは
残り10キルか。まず負けないな。右が怖いな。右ちょっと見に行くか。まあやっぱ AK ね、強いっすね。ちょっと47のが使いやすいんだけど。ちょっとしくったわ、完全に。はい、倒していく。47のが使いやすいな。てな感じで AK12 のね、ハロウィン仕様が当たったんで使ってみました。まだ始めたての人とかはね、このイベント通してメダル武器とかガンガン手に入るんでね、いいと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。